ブラジルと日本 の, あのサッカー両方でサッカーやってみてここが違うなと思ったところはどこ？やっぱりサッカーに対しての熱意が違うなと思いました。で、まあ、特にやっぱり球際のところだったり一個のシュートのところだったりがすごい本気でやってるんで、ブラジル人やっぱりみんな決めるし、みんな勝つってところがやっぱり日本と違うところだなと思いました。練習はどうだった？練習はまあすごい考えることがまあ結構大事で、ポジションとかだったらやっぱり止まってたりとか考えなかったりするとすぐやっぱり取られてしまうので、考えることが大事だなと思いました。ここで覚えたことで日本で活かせるなと思ったところはどこ？相手の状況を見てどこに出した方がいいのかとか、あとエラシコだったりシャトルだったり、そういう個人の技も大事だなと思いました。日本でやってきたことでここで通用したことはある？通用したことはやっぱり戦術とか理解するっていう能力はすごい通用したなと思いました。ブラジル来てみて一番印象に残ったことは何ですか？やっぱり、日本と違って知らない人でも挨拶したら返してくれるし、普通になんか全然喋れるし、その日本と違って全員明るいから、その全然知らない人でも喋れます。で、日本、ブラジルでサッカーやってみて日本で活かしてみたいことは何ですか？やっぱりそのブラジルでもドリブルが通用したので、また日本でもドリブルを生かして自分のプレーをちゃんと全員に見せていきたいと思います。ブラジルと日本でサッカーやってみて何が違うと思いましたか？フィジカル と,、パスの質です。で、日本でやってきたことでブラジルに通用したなと思ったことは何ですか？あまり通用しなかったです。で、ブラジルで覚えたことで日本で生かしていきたいなと思ったことは何ですか？ドリブルの質です。ブラジルに来てみて一番印象に残ったことは何ですか？まあ、サッカー関係なく一番楽しかったこととか何がありましたか？日本と違って挨拶をしたらすぐ返してくれます。現地のサッカー王国の試合を見て、まあ、子供たちももちろんそうですけど、自分もやっぱりこう直にスタジアムの雰囲気だったり、あとピッチの中の熱気すごくこう伝わったので、これもうやっぱりここに来ないと、ブラジルに来ないとこれってわからないと思うんで、ぜひまた次来年来た時にまた伝えたいなっていうのは思うんで、ぜひ来年も
あの留学プログラムに参加してほしいです。You're welcome.